ガールフレンドカッコ仮、君と過ごす夏休み。婚活偏差値39の男がお送りするガールフレンドカッコ仮。はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。じゃあ今日も女の子を求めて元気に投稿していきましょう。セーブデータはこれと、まずは学園の方を見て、あー、椎名さんがいますね。街は、お、これ桜井さんのイベントじゃん。よし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 、桜井さんイベント来たこれということで行きましょう。行動回数は全消費か、やっぱり。お、しかもバイノーラル音声ですね。まあヘッドホン使ってないから関係ないけど。あ、これあれだな、しかも体操イベントだな。ほらほら、ハヤト君もちゃんと声出して、恥ずかしがってちゃダメだよ。はい、大きく腕を回して。あ、あれれ、なんでここに。いや、君に会うために来たんだよ、早起きして。前に公園で体操してるって言ったもんね。それでわざわざ来てくれたんだ。でも来るならもうちょっと早くだったね。ほら、何、遅かったか。これでも深呼吸だもん。大きく吸って吐いて、はい、今日の朝の体操は終了。てかマジで俺何しに来たんだ。じゃあね、あかねお姉ちゃん。太った男の子。じゃあね、あかねお姉ちゃん。うん、てかこいつも狙ってるな、あかねお姉ちゃんを。だが和田さん、お前には負けん。毎朝来てるから知り合いになっちゃった。この後、あーごめんね。そうか、ちょっと勇気を出して誘ってみたらダメか。イベントの司会と実況を頼まれちゃって。すげえな。模型屋さんが主催してるロボットバトルってイベントなんだけどね。あ、なかなか面白そうじゃん。うん、ロボットだよ。手作りのロボットを戦わせて優勝を決めるんだって。面白そうだよね。もしよかったら、お、やった、君も見に来る？お誘いがあった、もちろん行くよ。行く行く行く。ロボットって言ってもおもちゃでしょ。ぜひ出場してみたい。それはちげえだろ。桜井さんの実況を聞きに行きたい。行きます。本当に？嬉しいな、それ。ありがとね。これはより一層気合を入れなきゃだね。君の前で恥ずかしい姿は見せられないもの。じゃあ一緒に行こうか。やったー、一緒に行こうぜ。うん、そんなに遠くじゃないよ。時間はまだあるから、お散歩しながら行こうか。しかもお散歩付き。うん、そっか、君は旅行に行ったりしないんだ。私も遠出はしないかな。今年は例の番組作りがあるし。番組作りの方進んでんの？猫がいますね。いや、画面には猫は見えないですけど。って言った？それ俺に言ってんの？言うわけねえだろ。そうだよね、君がいきなりそんなのを言うわけないよね。でも確かに猫の声が聞こえたんだけど。どっかにいるってことだな。あ、あそこだよ。ほらほら、木の上に登ってる。あれ、赤ちゃん猫だよね。なんであんなところにいるんだろうって。ああ、犬がいるのね。てか犬が猫を追っかけ回すところなんて見たことないんだけど。あの木の周りをぐるぐる回ってるよ。あの犬に追いかけられて木に登っちゃったのかな。でもさ、犬と猫だったらさ、猫の方がこういろんなところを行けるよね。木に登ってそのままポンポンポンってどっか行けばもう逃げられると思うんだけど。赤ちゃん猫だからそうもいかないのか。震えてるよ。ねえ、あの猫助けてあげられないかな。よし、俺に任せろ。ほっといてさっさと行こう。警察を呼んでこよう。犬の注意をこっちに向けよう。警察を呼んでこようって警察は刑事事件じゃないと動かないっすよ。こっちに注意を向けるか。どうせ俺がおとりになるんだろう。いいアイデアだね。しょうがねえな、桜井さんのためだったら体張ってやるか。犬がこっちに気を取られればその隙にあの猫は逃げられるもんね。よし、任せろ。この石はどう？これを投げてあの犬の気をそらさせるの。なるほどなるほど。よし、あ、お前が投げんのね。それ。よし、犬があっち向いたよ。この隙に猫が逃げてくれれば。何、気づかれた。ここは俺に任せるんだ。桜井さんは逃げて。こ
いやでもさ、犬の速度と人間の速度だったらさ、絶対無理でしょう。うん、まだ追っかけてくる。私、限界、もう走れないよ。そんなに走ったの？この路地の奥に？でも、こんな狭い場所に2人なんて。お、グッドアイデア。この路地の奥に逃げるっていうアイデアがいいんじゃなくて、狭いところに入るっていう口実を作るために路地の奥に行くっていう、そのアイデアがすごいね。さすがだ。完全に自然だな。隠れよう。心臓ドキドキいってる。急に全力疾走したから。うん、大丈夫。だいぶ落ち着いてきたから。それでどうかな、あの怖い犬まだ近くにいる？え、確認してくるって平気なの？もうちょっと隠れてた方がいい。そうだよ、もうちょっと一緒にいようぜ。うん、分かった。いや、なんかここは君がそう言うなら、男らしいところを見せるのも一つの手だな。うん、悩ましい。気をつけてよ、噛まれちゃったら大変だからね。確かに野良犬とかに噛まれたら超痛そうだし。うわ、見つかった。うわ、まだ近くにいたんだ。なんてしつこい犬なんだ。こっちこっち、もっと奥に行こう。見つかっちゃうから。そうだね、奥に行こう。狭い。なんでさ、奥に行くとどんどん狭くなってくる。どういうさ、道の作りなの？これ以上奥には行けないよ。そうだよ、仕方ないんだよ。もっと近くに寄ってもいいんだよ。いやいやいや、狭いんだからしょうがないよ。この犬もしつこいな。でもこの犬のおかげでこのシチュエーションを作り上げられたわけだから。うん、ナイスだ犬。いやー、全然まずくないよ。さっきから心臓がすごいドキドキしてて。なんでって、それはほら、怖い犬に追われてるし、さっき全力疾走もしたし、それに、本当だ、もう鳴き声。うん、いいタイミングだ。あとでドッグフードでもあげよう、野良犬よ。よかった。あの野良犬を手なずければ他のやつらでも使えるな、この作戦。はい、猫ちゃん。で、猫まだいたのかよ。さっさと逃げろよ、お前は。安心してお家に帰りなさい。あ、私たちにありがとうって言ってるよ。かわいいね。まさか野良犬に追いかけられるなんてね。大冒険しちゃった気分だよ。これだけで大冒険かよ。何か忘れてる気が。間に合うの？確かに。実況？そうだ、ロボットバトルの実況だよ。あ、間に合うんだ。オーケーオーケー、急げ。おお、ぽいロボットがいっぱいあるな。よかった。なんとか間に合った。ずいぶん遅かった。なんだこいつ。なんて読むのこいつ。名前が全然わからん。あ、ねじかわさん。なんて言った今。そっか、ねじかわさんも。ねじかわ？これでねじかわさんって言うんだ。うん、今日のために R3PI 君に少々バトル用の改造を施してきたからね。それ何？その肩に乗ってるやつのこと。悪い、超弱そうなんだけど。では一回戦があるからまた後で。こいつは完全に理系タイプの女の子だな。自信だね。確かにねじかわさんのロボットは優勝候補だけど。あ、何？前評判とかあるの？じゃあ行ってくるから。
私の実況姿ちゃんと見ててね。 OK。 その場で実況するのかな。ロボット愛好家の皆様、ついにこの日がやってまいりました。最強の称号を勝ち取る一体は果たしてどのロボットになるのでしょうか。結構熱が入ってますね。技術と魂のぶつかり合い。まあただね、やっぱり声優さんなんで、その中の人はロボットバトル、ここに開幕いたします。こういうのはお手のものでしょう。いや、白熱の準決勝でしたね。あ、これで喋ってんだ。手に汗握る戦いでした。それでは次はいよいよ決勝戦となります。改めて両選手を紹介いたしましょう。まずは主催者の意地にかけても負けられない。何これ、主催者が自分で優勝して優勝商品は渡さないっていう、そういう魂胆か。燃えるハートに鋼の拳、ロボ玉13号くんです。そして圧倒的な力で決勝まで勝ち進みました、ネジカワライムさんの手作りロボット。結局決勝まで来たなこいつ。受け継がれる天才の遺伝子、R3PI くんです。さあいよいよ決勝戦、泣いても笑ってもこの一戦で全てが決まります。ロボットバトル決勝戦、ファイト、レディーゴー。とっと、ロボ玉13号くん、序盤からいきなりのラッシュだ。大丈夫なのか、壊れそうな音がしてんだけど。得意の連打で R3PI 君をリング際まで追い詰める。このまま落とせばロボ玉13号君の勝利だぞ。決まるか、決まってしまうのか。うん、ネジカワさんがコントローラーのボタンを押したぞ。コントローラー、これは一体。飛んだ、なんと R3PI 君がジェット噴射で飛び上がった。そして空中から電撃攻撃だ。R3PI 君の必殺を飛び出した。すげえ、電撃攻撃なんてするロボットを作ってんのかよ。ここで田村さんがタオルを投入。ロボ玉13号君に駆け寄る田村さん。でロボ玉13号君、開発費に超金かかってるからね。強い、壊されたらちょっと弁償してもらうよ。悪いけど、R3PI 君が優勝を決めました。どうだ、 R3PI 君の性能を思い知った。その R3PI 君って肩に乗ってるやつなの。いや、強すぎだったね、ネジカワさんのロボット。あの模型屋さん、第2回でリベンジしてやるって。その時はまた実況してくれって頼まれちゃった。次もあったらいいな。いいイベントだったよね、会場も盛り上がってたし。え、私の実況が良かったから。てか何人くらい参加してたんだ。ありがとう、そう言ってくれるとすっごい嬉しいよ。やっぱり実況はいいね、みんなが一つになるお手伝いができるんだもん。うん、高尚な考えを持ってるな。やっぱりこれが好きだな。俺は何も考えてないけどね。もっとみんなに伝えたい。うん、そうだね、学園祭の番組がそんな作品になればいいよね。まだ何にも決まってないけど。何も決まってないの？ちょっと待って待って待って。改めて気合い。あれ、これ納期いつだっけ？夏休みいっぱいだっけ？8月8で何にも決まってないっていうのはさすがにまずくないか？今日は付き合ってくれてありがとね。なんなのこれ、毎日付き合うよ。てかみんなにそう言ってるけどさ。8月9か。確かにイベントを進めないと間に合わなそうな感じはするけど、まあ多分間に合うんだろうね。というところで、今回は桜井さんのイベントを進めたところで終了したいと思います。